サンクルーは、フランス、イルド・フランス地域圏オード・セーヌ県のコミューン。セーヌ川を挟んでウガンのブローニュの森と向かい合っており、川を見下ろす、傾斜の上にある。サンクルー公園は、古くから知られる、パリ郊外有数の散歩道で、夏季の日曜日に開催される、サンクルー祭が人気を集める。数世紀にわたり、ベルサイユと同様に、フランス市で重要な町であり続けた。 グループ脱走本社が置かれており、また、現在も、サンクルー住民の一人当たりの平均資産額は、高く、2006年の、全世帯平均所得税は33,770ユーロと、国内、第23位であった。パリのノートルダム大聖堂の西約9.9マイル地点に、あり、東部は、ブローニュイコールビアンクールと、北東部は、ブローニュの森がある、パリ16区と、 南部は、セーブルと接している。丘の上のコミューンであるため、あちこちに、階段やエスカレーターがある。不屈戦争中であったパリ包囲戦で、フランス軍が敗退し、休戦協定が結ばれた2日後の1871年1月28日、サンクルーは大火に見舞われた。19世紀末にかけ再建された、サンクルーは、以前よりまして、住宅都市の色彩が濃くなった。 都市化が進んだのは、セーヌ菓子の一角のみに凝縮され、多くの作家や芸術家がサンクルーを選んで移り住むようになった。五世紀、キリスト教の聖職者、聖、クロドアルドは、フランク王族の血を引いた王子であった。彼は、おじが支配する宮廷の権力構想から逃れようと、凝府たちが暮らすセーヌ菓子のノベゲンタムへ移住した。彼はこの地に、 ドゥールのマルティヌスを祀る修道院を建て、560年に没した。死後に彼の墓で奇跡が起きたとされ、7世紀に劣勢された。小さな村は、サンクトゥス・クロギルダスと名付けられ、セイント、フラウド、セイント・クルート、最終的にサンクルートなった。聖、クロドワルドは自分の荘園の権利をパリ司教に残しており、1839年まで、 サンクルー公爵は、フランス貴族の称号であった。1789年、フランス革命後には、聖人の名を冠していることが問題視され、短期間ポンラモンターニュと改名された。ブリュメール18日のクーデター戦争直後、廃墟と化した城サンクルーは、ガロローマ時代にすでにあった。野蛮な、フランク人たちは、ラテン語でノービエントズという名の定住地を数多く、 作り、その一つであった。サンクルーは、ノルマン人信仰時にも知られ、百年戦争中の1411年には、ブルゴーニュ派とアルマニャック派の抗争で焼け落ちた。1588年のカトリック同盟軍のパリ、包囲戦後、サンクルー城へ移り住んだ、アンリ三世は、1589年に、城内で、ジャック・クレマンに暗殺された。 パリ近郊のサンクルー城と庭園は1658年にオルレアン公フィリップ一世が作った。1785年、ルイ16世は王妃マリー・アントワネットに頼まれて城を手に入れた。さらに、その国王一家と対立したオルレアン公ルイ・フィリップ2世もこの城で生まれ、フランス革命から19世紀を通じて、城はフランス史の重要な舞台となった。 ナポレオン・ボナパルトは、ブリュメールのクーデターをここで起こし、城をお気に入りの住居とした。1810年、ナポレオンとマリール・ルイーズ・ドートリッシュの法律婚が城で行われた。1814年、プロイセン元帥、ブルヒャーがサンクルー城へやってきた。ナポレオン戦争の復讐心に燃える、彼は、タペストリーやケンプを傷つけ、部屋や図書館を荒らした。 1830年7月、シャルル10世は、憲章の廃止を盛り込んだ、サンクルー布国に、城内で署名した。これをきっかけに彼は王位を追われた。1870年7月15日、サンクルー城内にて、プロイセンへの宣戦線布告が行われる会議が開催された。同年10月、パリ包囲戦後に、プロイセン軍が城を占領した。プロイセン軍は、 フランスの建築物を守るのに、何の関心もなく、火を防ごうともせず上を思えるがままに放置した。幸運なことに、殺傷工合ウジェニーが、価値の高い芸術作品を城から出して倉庫へ移動させていた。エルインディスペンサブルガイドデラビルサイトデラビルデセイントクラウド八一 t セプテンバ8 1 5九 e p t e 2009閲覧。デートイコールの日付が不正です。 ありがとうございます。